はい、稲城消防です。火事ですか、救急ですか。出場。出場。火災、建物、稲城です。東長野。稲城市消防本部をご紹介します。消防総務課消防総務係では、職員の給与や被服、福利厚生、研修などの運営を行っています。また、車両の維持管理、通信機器の管理運用などを行っています。警防課警防係では、市内の災害発生時に活動できるよう、さまざまな訓練の計画や消防資機材の整備を行っています。警防課救急係では、救急出動に関すること、また救命講習会の開催や医療機関との連携に関することを行っています。予防課予防係では、建物に設置される消防用設備等の検査、ガソリンスタンドなどの危険物規制、火災の原因調査を行っています。予防課査察指導係では、市民や事業所に対し、消防用設備等や住宅用火災警報器の維持管理状況や防火防災に関する対応について助言指導を行っています。防災課防災係では、地震や風水害など大規模災害が発生した際の防災対策を所管しており、地域防災計画の策定などを行っています。防災課消防団係では、団員の手当や被服、福利厚生、研修などの運営を行っており、定期的に訓練を実施しています。また、ポンプ車による双方大会も開催しています。